なのことよろしくね。小さな家の中でいぞいぞ話そう。秘密の作戦みたいに連れてこられた三人の真っ赤な目にはもっと何か隠していた過去がある。怯えた顔で僕は化け物だから、私は告げる、そんなことはないようで。真っ赤な色は主人公の色だから、怯えていなくてもいいんだよ。面白いこと悩んでは今日も愛する人の涙は誰も気づけなくて黒くなる。狂い出していた、気づいたらもう誰にも言えなくて、やだやだ、喜ばれるのは幸せの終わる世界だ。あの日の秘密組織はちゃんと笑って暮らせているのかな。きっと私は怒られちゃうな。だけど